なんかほらトロトロなのよ、なんかこうわかる、ふにゃふにゃって。アロハマイチャンネルへようこそ。橋口いくよです。今日はハワイ旅のスーツケースの中身をご紹介。だいたいこんな感じで可愛いパッキングになっています。なわけがありません。実は私、ハワイ行きの荷物がワールドツアー級に多くて、それが噂になって雑誌フラウから取材が来たことがあるほどなんです。やりたくない、やったら散らかるし。あ、そっか、本当にもうやってるんだっけ。やりたくない。本当にやりたくない。けどやるしかない。お茶も飲みたいし、水も飲みたいし、おやつも食べたいからは荷物。これからこの中の荷物を開けていきます。眠たい。これをこうやって、これでもなんか大丈夫かも。あ、なんかやる気が本気で出てきた。頑張りましょう。だってこれ開けないと何もできないもん。引っ越しみたいになっちゃうんですよ。よし、あ、もうこれ開けたら終わりなんだよ。これ開けたらこの綺麗な部屋が散らかり、またこれを詰める一晩がやってくると思うとゾッとするし。ほら、もうヘビーって貼られてる。ヘビーって貼られてるの。よし、あい、もう助けて、助けてほしいし。あ、行け、閉めとか。なんかもう夜だから閉める。やるよ。ソフトケースの方が、あのソフトケースってふかふかの軽い方が絶対荷物いっぱい詰めれるんだけど、私リモアが好きで、このスーツケースなんかすごい昔に限定で売ってて買えなくて全力で探したんですよ。で探して、そう探して、成田にピッカピカのやつで、これ人と被んないと思って行って、本当に被んないような数しか出てないって当時言われたんだけど、これ持って成田で車ポンって降りたら、前の車から降りてきた人がこれの一回り小さいサイズ持ってて、降りた瞬間向こうも新しくて、二人であって目があって、で、あ、なんか新しくていいですねみたいな会話をした、あの男の人と。それがいい思い出。お、入ったよ。よいしょ、えい、はい、じゃあ開けていきたいと思います。いつもこのファスナーのところの中には、なんかこれちょっとジップロック的な袋とか、あともケーブル、これなんだ、あ、これなんかあのお洋服のシワ取りスプレーだね。で今コンドミニアムなんだけど、ホテルに移ったりした時にハサミとかこういう栓抜きとかナイフとかフォークみたいなのとか入れとくと便利なので入れています。よいしょ。うどんですかいが出てきた。うどんですかい、うどんですかいはカップラーメンとかよりなんかどん兵衛とか食べたくなる。そう、浜崎さんちのあゆが、あゆみさんがさ、なんかインスタかなんかで海外来るとどん兵衛食べたくなんないみたいなこと言ってて、そうって思ってたの。さすがあんな人の気持ちの分かる歌詞を作る、曲を作る方か、音楽を作る方だわと思いました。で、ただ量が多いのでご飯とかちゃんと食べてるじゃないですか、ハワイって。だからこういう小さいねやつでちょっとあったかいもの食べたいなみたいな、うどん欲満たすために持ってきてます。これ服でしょ。服は一生かかるじゃんね。だって私別におしゃれリーダーみたいなさ、そういうんじゃないからさ。なんかじゃあちょっとだけ紹介するね。南国っぽい薄手のトレーナー、シャツトレーナーみたいなね、ちょっと変わった形、昔っぽい感じが気に入って、結構前に買ったんだよな。ハワイで着ようと思って、そう、ハワイで着ようと思って買う時ない、ある。なんか服、上着とか入ってます。よいしょ。でこれ部屋着とパジャマとか、もうパジャマね、ヨレヨレ、乾燥機かけるからあえてヨレヨレで
なんか綺麗なやつとかあんま持ってきてない。なんかこういう基本的になんかね長袖を着て寝るようにしてる。具合悪くなりたくないから、風邪とか引きたくないから。部屋でダラダラする時は半袖とか。これもだから部屋着。これね、前ハワイに来た時にアラモアナのマーシャルズで買ったの。ケイトスペードだってすっごい安かったよ。これはね、私の好きなレオナルド博士、レオナルド博士のタオル、防寒にもなるし、部屋で頭洗った後とか、アイドルのプロデュースとか前やってた時にスタジオとか、あとライブハウスとかに一日中行って、もう外に全然出られないみたいな、走り回ってみたいな時あって、その時とかにもう昼寝しなきゃいけないんだけども、もうすごいね、ライブハウスのね、でソファーとかももう何百万年もそこにあるみたいな、座ると痒くなるみたいなところがあって、ヨガマット敷いてもうここまでこれかぶってこうやって寝るみたいな、仮眠20分だけ寝させてみたいな感じで寝ては走り回ってました。だからなんか安心のアイテムですね。なのでこの中にそういう安心アイテムが入ってます。ちなみになんかさっきから登場する、あ、これ下着かな。さっきから登場するこの入れ物は、あ、かわいいでしょ。オーダーで猫のね、自分の大事な猫ちゃんのね顔でオリジナルで作ってくれるんですよ。だから一緒に旅してる気分になる。そう、これね、インスタあるあるってあって、インスタで広告出るじゃん。で広告出て欲しいとか、これ買ってみたいとかって思って、後で見ようと思って忘れちゃって、後で思い出してもうその広告に二度と出ないみたいな、なんかそういうことがあって、また出ないか動物旅グッズとか検索して餌撒いてネットの海に、また広告は出ないか待ったけど、本当にずっと待ったけど来なくて、ストーリーで知ってる方いませんかって言ったら、そうアロハモエの読者の方が、そう、私アロハモエっていうね旅のハワイのエッセイを講談社僕から出させていただいてるんですけど、そう、アマゾンで1位にもなったんですよ、皆様のおかげで。でその読者の方が仮想研の女してくださって、 URL 教えてくれたの、ありがとう、作れたよ、あの時のあの人ありがとう。でこれ下着、じゃもうポンポン行く、ポンポン行く、ポンポン行くよ。骨盤職人、これ健康グッズ、もうこれないと無理。この上にこう寝て、いったなんか足、いっ足つったじゃん、足つったじゃん、痛いもう骨盤職人ないと無理じゃん、健康グッズ間に合わなかったじゃん、健康グッズ間に合わなかった、痛い。でこれがウェア、トレーニングウェアとか入ってます。でこれがメイク道具入ってます。よし。でこの下に三つ湯スタイルでこう敷き詰めて入ってたのがサプリメント類ね、サプリメント類ですね。これも後でちゃんと片付ける。で大体荷物の最後にシワになりそうなものをふわっと出かける前に入れて閉めて終わるんですけど、それがなんかこういうシワになりそうな、お、最後に入れてる、はあ、早くあれが飲みたい、喉乾いた。でも開けないと無理だから、あれあっちに入ってんのかな、こっち、お茶とか、あ、でも抹茶絶対飲むんですよ私。でも抹茶をなんだろう、あ、なんかちょっと全然いらないやつ持ってきた。これなんかあの特ダネの時にスタジオに持って入る私物入れのバッグ、なんでか入れてきた、いらないのに入れてきた、なんだこれ。部屋着類、もうなんか最後裸で入ってるんだよね、物がもうガーって入れるから。でこれがターゲットので、あとは髪の毛のもの、この辺シャンプーとコンディショナーとブラシとかオイルとか、ホテルとかあんま使わないんだけどね、遠い、てか結構なトレーニングなんだけど、立ったり座ったりで、もう今日トレーニングしなくていいじゃん、するつもりなかったけど。でサンダル、フィットフロップ、なんか本当に歩きやすくて疲れないので、結構ね足の甲までホールドしてくれるといっぱい歩くときにいいので、ハワイのとき絶対、あと普段も履いてるボディーローション、体も絶対塗るからね、日に当たるので。顔ケア類のもの、なんかもうこの辺はね興味あるとかないとか皆さんちょっと分かんないので、
もしある方は美容マガジンやってるんで、ちょっとそれ有料になっちゃうんですけど、美容マガジンやってるので概要欄に貼っとくので、よかったら橋口育代のなんでそんなに若いの美容法教えますをやっているので見てみてください。まあなんかこの旅中もちょいちょいはお知らせしますね。でサプリメント今日の夜からちゃんとスタートしてる。で17朝晩みたいな感じでもう作ってきた。全部分外れるので持って出かけられたりとかする。で睡眠グッズとハンドクリーム重たいこれ足首の重り、お尻のトレーニングするのに足首の重り持ってきてる。お尻のトレーニングはね欠かしたくないんですよ。あとはなんかそんなに目立ったものってあるかな。パック、あ、もうこのパックすっごい良かった。韓国コスメに詳しい人から教えてもらって、それで使ってからいただいてね、それでそれからもう自分で買ってる。ペプチドボリュームバブルマスク、ドクタープッチの美容液とかこの辺の。あともうなんか全部紹介してるとキリがないので、あーってやつだけどんどんいくね。薬とかかな。飲まないものもある。でもこの中のものでね、使わないものなど一個もないの。お薬以外、お薬は緊急事態のために持ってきてるけど、他は本当に全部使う。全部嘘じゃないよ、本当に全部使う。あ、分かった、ジップロックに入れよう。入れればいいんだ。もうほらね、持ってきてるもん全部ちゃんと使ってるのよ。みんなそんなの使うとか言うんだけど。あと浮き輪、浮き輪お水とか持ち歩く時のボトル、エコでしょ。でトートバッグ、あ、もうこれ絶対効き湯、入浴剤でお風呂必ず入る。疲れとるもん、今日も入る。日焼け止め、特筆すべきはこのケトル、電気ケトル。コンドミニアムだからお湯沸かせるんだけど、ホテルだとコーヒーメーカーだとコーヒーメーカーから出てくるお湯ってコーヒーの匂いがするのね。私お茶飲むので、これを持ち歩いて、これもうだからこっちで買って、もうここにずっと入れてるの。こっちで買ってこっちで使ってる。だから、まあ、この人里帰りみたいなもんね、ほんと。ドライヤーも里帰り、こっちで買ってこっちで。あのパワーが弱いドライヤーが髪が長いので無理で、あとたまにねドライヤーって人の頭の匂いがするんですよ。誰かの、もしくは何人かこれまで蓄積した誰かの頭の匂いがするんですよ。そう、時があるのね。それがだからこれ、あとお風呂のことがなんかそんな感じ。疲れた時なんかロキソニンテープとか怪我した時とかのためとかにも入ってます。はい、じゃあ1のスーツケースが終わったよ。全然片付けれてないけど紹介だけしちゃった。なんかわかんないけどおやつ食べよう。疲れた。ウベタルト、わかるかな、美味しそう。あ、これディアンドデルカで売ってて、なんか青いものが食べたくてこの旅で、なぜか青いものが食べたい衝動がすごくて、もうなんなら今このサプリケースとかそのまま口に入れたいぐらい青いものが食べたいの。だからちょっとこれちょっと紫なんだけど買ってみた。美味しいかな、こんな感じ。これ美味しい。なんかね、硬そうに見えない？一瞬カチッて、なんか表面のこのひび割れ感とか見ると、これしみ渡るこの疲れた体に。あ、美味しい。喉乾いた。でも喉乾いた。あれが飲みたい、あれが飲みたい。ちょっとこれブツ取りしよう。いってー、ちょっと力が湧いた。あ、で痛いと思ったの痛いと思ったのなんかが
めっちゃ痛いし足濡れてると思ったの。え、なにこれ。もう命がけじゃん、アンパック。え、ちょっと、え、ちょっと、え、よかった、傷パワーパッド持ってきといて。ほらね、こうやって怪我するでしょ。トリックにね、私これ日本から持ってきてるんですけど、この傷パワーパッドはもう絶対痛いと思ったもん。え、結構ガーなってる。もうドクターヘリ呼んで、もうドクターヘリ呼んで。あー、もう痛い。よく洗って。もうハワイ中これずっと貼っとかなきゃいけないやつじゃん。この形に日焼けするじゃん。キズカーパッドを持ってきたんですよ。もう大至急いるじゃん。なんかもうさ、自給自足みたいな感じじゃない。必要なものを持ってきて使うために怪我するみたいな。自給自足っていうのそれ。もうほらね、一個たりとも使わないものはないって言ったじゃん、私さっき。もうそれを今証明したわ。こっちに入ってるかも。ちょっと怪我したんで一旦この人には履けていただいて、1のスーツケース、1の銃を殺人兵器の一度履けていただきます。足が冷たいと思ったんだよ、血だったよ。生温かいっていうか冷たい感じ。じゃあ2の銃です。2の銃。あー、もうやだ。もうドクターですぐ来たじゃん。キズパワーパッド持ってくるからだよね。キズパワーパッドめっちゃある。いろんなサイズがあるので、なんかもうめんどくさくて全部持ってきちゃった。あ、これ靴擦れ用かな。キズパワーパッドってすごくて、本当跡が残らないんですよ。私なんか跡を残さず傷を治す天才で、こうなんかお薬とかつけずに、もう絶対これ、このキズパワーパッド、これもどこに行くにも持ってく。ハワイには必ず持ってくるし、家には散らさないし、まあ、バッグにも入れたりしてるかな。よく洗った後にこう貼るんですよ。あれ、なんか位置ずれたっぽくない？え、結構ずれた。これずれ、もう間違えてあった。もううわ、これさ、海とかも入ったらさ、この形に日焼けするじゃん。ほら、もうこれでなかったことになりました。なかったことになった。ありがとう、ドクターヘリ来た。だからあれを早く出さないと、喉が渇いても今度は本当にまた緊急事態だわ。喉が渇いて脱水にでもなろうものなら命がけ。データもすごいね、分かってんね。2の2の、マジで。さあ、1の10で起きた様々なトラブルをこう2の10が解決していくっていう、このなんていうの、ドラマティックなアンパッキング。コントレックス、コントレックス、これを、もうこれね、本当にハワイに売ってないんですよ、コントレックス。売ってる場所あるの知ってる人いたら教えてください、コメント欄とかで。もう探しても探してもないの、コントレックスを持ってきてます。ミネラルとかが多いんで、ちょっとでもコップに入れよう。もうこれ5本持ってきた。これ立ったり座ったりでやったんだよね、さっきね。これもなんかこんなについちゃった。あ、2日で1本だったのにさ、もうこんなについちゃった。頑張れる気がしてきた。もう私高校生の頃からコントレックスを飲んでいるので、もうこの味が好きで、みんななんかこれ嫌いって言うんだよね。生き返ったわ。これはなんか旅、チラッと見せる、旅の予定とか入ってる、あの貼ってあるの、10日間何しようかなみたいなのをこう貼ってったり、
張り替えたりするの。ヨガマット、洗濯ネットとか、あとティッシュ。あのこっちのティッシュ硬いので、あとはね、なんか鏡、ライトのつく鏡もうなんか通販で買ったみたいな。あとこれね、これ大事、洗濯物のね干すやつ。あのハワイってお外に干したらベランダとか絶対ダメですよ。ダメなんですけど、あの部屋でねちょっと洗ったもん、あの干したりとかっていう、水着とかのこういうハンガー持ってきてます必ず。あとはなんかお土産、お友達へのお土産とか入ってる2の10。あとはなんかコットンとか、コットン、あとあの歩きやすいスニーカー、また傷パーパーと出てきた、ソーイングセットね。でプロテイン、プロテインはもうこれじゃなきゃダメなんです私。これにココアとか混ぜて作ってるんで、これプロテイン。あとはこれね、 EMS とケーブル。 EMS ってほらなんか貼って筋トレするので、これね ABC で昔買ったんだけど、5ドル99セントって書いてある、当時。これ引っ掛けてこれが何キロか分かるっていう、速度制限、速度制限じゃないよ重量制限、空港のの対応のためにこれ。以上かな。終わった、終わってないの、全然なんか散らかっただけ。これが美味しくってさ、青い食べ物、今回当たるかもしれない、なんかね青い食べ物、まあその話しかしてないの。うん、うん、なんかこれトロトロなのよ、なんかこう分かる、ふにゃふにゃってふわふわなのよ。これ全部がなんかタルト状のホイップクリームみたいな感じ。快適な部屋作りこれからします。ということで命がけの動画となりましたが、それゆえチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。チャンネル登録してくださいね。ここにいるはず多分ね。お願いします。またね。